やばいぜ。流れるようにスムーズだ。すごくそうだぜ。ガリガリに攻めているわけではない。ついていけてるのはなぜか。邪魔じゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでる。全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。学芸大学を追加して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してみたことは想定外だが、旧5戦型だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだな。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせるわ。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。来た大剣の前に出てるぜ。行けよ、ナムヒカ。昇級の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五千が先行。すがだぜ、ナムヒカ。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも、だぜ。どう？くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションだ。5000の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて、ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫だろうか。わかんねえよ、そんなの藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短い路線だ。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないだ。後半の選手は藤原なら十分チャンスがある。ケースから
俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急に背を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線の信彦が前だ。本当だ。よし、いいぞ。押さえてる。行け。下がり。なんだ。信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまでわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、バランスがうまく滑りやすいので、ある程度の重量感は粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し、粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を移動し、粘着力を移動する。限界を超えた領域でのみ顔を乗せる。これが超軽量車の弱点だ。つまり、東急五線系は、上り勾配の突入に弱いってことか。無助士のアドバイスと、こういうことだったんだね。アドバイス？何か。チャンスは楽々、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな。そこは自分で掴み取るものだ。長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。うわっ、けい、
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。